改めて2走を終えてみてのご自身の感触って手応えとかってのはいかがでしょうちょっと今回、新車を投入してみたんですけど、まあ、今日はちょっとセッティングをいじってだいいぶ当たたりが出たかなと思います決勝は岡本選手、どのように戦われますかはい、えー、っと地元の伊藤君の後ろに行きたいと思います伊藤選手に対しては岡本選手どんなイメージがありますかいやもういつも2人の時は前で頑張ってくれてるので。 もう言うことはないです。はい。えー、これから二走してこれまで二走してみてのご自身の感覚っていうのは今どんな感じですかね。うんまあ初日より二日目の方が感じ良かったんで三、えー、日目はもっと良くなると思います。えー、岡部選手はどのように戦われますか。はいあの初手から切れ目でレースを運ぼうと思ってます。<あ>はい。えっと今日は昨日に比べるとですね風が少しある競争だったと思うんですけどそのあたり何か影響とかっていうのはありました。まあ平山がね。 あれ風を切ってくれたんで、僕は楽させてもらいました。はい。はい、それでは、明日のいよいよ決勝戦に向けて最後に力強い一言お願いします。はい、明日は平山の分まで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。準決勝を振り返ってみていかがですか？そうですね。あの、畑くんが先行するって言ってたんで、僕はとりあえずしっかりついて行こうと思ってまあ、最後ちょっとあのコースがなかったんで、うち入って行っちゃったんですけど、まああの決勝上がげて良かったです。 最後は本当に鋭い伸びでしたね。そうですね。ちょっとあの前の動きが予想外だったんですけど、まあ反応できて良かったですえ。ちなみに小峰選手はどのように戦われますか？そうですね。まあ、関東4社いるんですけど、僕はちょっと一人で短期でやらせてもらいます。短期で回るということで、はい、短期での競争っていうのは小峰選手。どういうあのイメージというか、その、ねはい、イメージとかありますか？そんなに得意じゃないんですけど、<laughs> まああの1発いけるように自力出るように頑張ります。吉田選手の 押し切りにしっかり続いてというところですけれども改めて吉田選手、後ろを走ってみてどんなイメージでしたそうですう力強くて、はい、先行した吉田君より僕の方が疲れてた感ほうが決勝メンバー発表されましたけれども改めて見て見いかかがですか、はい、あの力のある機動力が前にいるので頼もしいです。はい、決勝戦は どのように戦われますか。吉田上香の後ろで。佐々木選手との壮絶な踏み合いとなったんですけども、やっぱりかなり来るものありました。そうですね。あのまあ、同期ということもあり、あの年齢も一緒なんで、あの浅はちょっと譲れなかったです。 え今日は昨日に比べると、少し風があったと思うんですけども、そのあたり踏んでいて、何か感触とかって感じたことはありますかそ,そうですね、あの風があるとあの、僕、垂れ幅がちょっとかける2倍、3倍になってしまうんで、あのちょっと、うわっ,っていう気持ちはあったんですけど、そこはもう気持ちで押し切りました吉田選手とは、えー、連携ははい初めてです。初めて、はいはい ではですね。最後に上川選手、明日の決勝に向けて力強い一言カメラにお願いいたします。はい、えっともうあのシャンパーファイトのあのもう予行はできてるんで、もう振って振って振ってバーンとできるように明日は頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ここまで2走してみてですね。その感覚とか調子とかってのはいかがですか？えっと落車明けなんですが、まあ、徐々に徐々によくはなってると思います。 まあ今日もこうして3着に入って非常にではそういう意味では調子が結構いい感じがキープできているという,ような感じでですすかねねそうですね地元戦なんで気合いも入っています。 まあ、決勝メンバー出ておりますけれどもこのメンバー見てみて、えー、感触は、えー、感想はありますかえっとまあ、みんな強いメンバーなんですがまあ、自分のやれることをやるしかないので頑張りたいですねえー、今日はあの昨日に比べると風がちょっとバンクあったと思うんですけれどもそのあたりの影響っていうのは何かありましたいやもうきつすぎてそれを考える余裕なかったですもう考える余裕がないぐらいはいだったということですねはい、はいはい えー、吉田選手ここまでに走されて、ご自身の状態とか感覚っていうのはいかがでしょう？ま、もういつも通り前々踏めているかな？って感じで。まあもう連日長くて疲れました。さ、決勝メンバー、えー、発表されておりますけれども、改めて見ていかがですか？どんな印象をおちですそうですね。もうまあ上川さんがまあ、番手ですし。まあ、稲村さんもついていただけるんで、でもまあ結構やっぱきつい番組だなと思います。